これ千利休の茶尺なんで高いか知ってる？生まれ育った時から雨に濡れてないの。え、そういう木ですか？竹。宵の方からも日傘じゃないけど。そうか、それでやったことないですよ。考えたことないですよ。日本の竹はすごいんですよ。濡れてないんですよ。それで、今のでいくと、飛騨の高山とか向こう行くと、雨に濡れてなくて、ずっともう何十年っていう乾燥させてるから、うまいんですよ。あ午前中もニュースの知ってる師匠が来ましたね。何やってるのかですか？